おはぴよー、どうもひなぴよーとくもみこです。くもみこちゃんです。突然紹介。じゃあ今日もやりましょう。続き行きましょう。赤ずきんの狼で、なんかロゼッタちゃん多重人格だったみたいで、今ステル、ね、そうステルくん、ステルくん、そうステルくんになってるから、この2人でこれから探索しようって感じなんだけど、これはどう転がっていくのかわからない。わからない、全く。あーもう怖い。もうが怖いね。あでもこの辺うん光らなくなっちゃった、ね、下かな。 あ光ってた。あれあ光ってた。え何、あ黄色い花畑が描かれている。あ思い出した、菜の花だ。え見ればわかる。いやそうじゃなくて、あの詩のことだよ。どの詩だ。あん、んえどれ。菜の花が咲いている夕暮れ時の情景だって。よかった思い出せて、すっきりした。どの詩。あよかったな。と、お額の上に何かある。あお、うん、え尺道のかけら、なんだろう これえさっきの尺道 あの箱の鍵のかけらってこと。鍵のかけら、まだあるってこと。ああ光ってる。あいっぱい。あでもこれは読んだやつだもんな。あ光ってるのが見えるけど手が入らないや。ロゼッタの手なら入るが長さが足りないな。おちょうど届きそうな剣が。切っちゃったら困るからやめようよ。やめるんかい。やめるんかい。おうん、そっかこれか。え何かあるのか。これとかで。ああ、うーん、あれが結構うわ怖い。やだ本当に。待って、あのえ何さっきなかったよ、あのお風呂。ねえなかったよね。怖い、ちょっとやだな。行きたくない、行きたくない。いやちょっと怖いです。です怖いのでセーブをします。これは血。逆に聞くが血以外の何に見える。やだ。一部が照らされている。日差しが傾いちゃった。あーそういうことか、びっくりした、水の中に何かある。えうわびっくりした。聖堂のかけ、聖堂じゃねえ、尺道のかけら。あと一つ、これで二つ目か。あと一つで完成しそうだな。せやな。そうか、光ったおかげで見えたんだ。なるほどね、なるほどね。どこにあるのかな。ないね。意外とステル君が、うん、頼もしい。そうだね、ありがてー、一緒に喋ってくれるから、うん、この辺、うん、ないね、ないね。あこれは見たよ。あはん、だいたい20年前かな。さすがに今は探してないよね。父さんせめて一言残してから森に住めなかったのかな。これてめえの親父かよ。そうだったのか。ステル君いいな。調べるか。ないね、ないね。光ってなければもうないって。ないってことか。うん、辛いことがあったの。今は長話してる場合じゃない。ごめんなさい。いいのよ。でもあと一つのかけらをね、ね、見つけたら。うん、ロゼッタちゃんが君に名前をつけたのか。あ、ステル。あ、スターじゃないのか。あ、なるほど。必要はないって言ったのにな。まあ悪くない名前だろう。うん。あ、うん。へえ。そうかそうか。謎が解けた。ステル君、いい名前だわ。ね。誰も着ないってのによ。思い出だって大事なものだよ。せやな。
今言えなかったわ。読んだ読んだ。身内が本物の狼だったら会うのちょっと怖いな。そんな数十年そこらの話じゃないだろう多分。なんかステル君好き。好きだね。結構バッサリ言ってくれるから。分かりやすくて。ね。いいかも。びっくりしたわ本当。怖い人かと思ったわ最初。なんかあるかな。ここに用はないぞ。分かりやすい。ここの壁にあったシミって。その話は後にしてくれ。ロゼータのことが最優先だ。そうか。いいやつやろな。まあ、確かにそうだよな。わかった。ああはん。飛ばしちゃった。お菓子のようにというか完全に飴だったかな。飴の塊。さっきの。あはん。これ実はよくわからないんだ。髪に隠れてるけど普通の耳もあるし、こっちのは8歳の頃急に生えてきて正直扱いに困ってるんだ。音は拾ってるから耳には違いないんだけどね。じゃあ耳4つあるんだ、気持ち悪くないか。まあそうなんだけどちょっと傷つくよ。正直者だな、からないんかいって感じ。お、ここに入学するの？まったくね、耳に水の話だわ。あれ、違うのかな？何だったんだろうね。いつか消しにかかってくるだろうとは思ってたかな。マリーさんはそのステル君のこと知ってたな。これ、これか。直接には当てないが、薄々感づいてたみたいだね。だね。ねえ、ここはもうじゃあ調べちゃったから。困ったなあ。薬のとこ行くか。あ、さっきなんか。あ、見たっけ。そう、なんだっけ。あ、行ったか。あ、あれ。あ、光る光る。やっぱ光るんだ。これがね、あ、ちょ、そっか。なんか届くもの？届くもの？やだやだ。やだ、本当にやだな。ないない、何もないわ。一応き、一応、一応。この手首誰の？知らん。え？隠したのは俺だが、誰の手首かは知らん。お前だったのか。知らんくせにな、隠した。うん、え？ってことはロゼッタちゃんがとか。とか？マジ？じゃあ後でこのあの尺道、うん。のけらをもう一個見つけたら、そうだね。クラキね。蓋が落ちて、落ちなかったしな。分からんぞーい。ヒカケボウ、でもさっき撮ったよね。ヒカケボウ、何それ。ロゼッタの部屋のベッドの下。え、なっけ。撮ってない撮ってない、ね、ロゼッタの部屋の下のベッ、ロゼッタの部屋のベッドの下からヒカケボウをね入手してね、3つ目のね尺道のかけらをねゲットできるんだって。え。なんで、ない、調べられないよ。じゃあどうしましょう。話す。このかけらとあの詩何か関係あるのかな。さあな、だが他に手がかりもない。終わり。水色のドレス、赤い月。外すことできない。くそ、くそ、なんでだよ。出た。出たやっと出た。ヒカキボウを持っていく。なんか最初ロゼッタちゃんなんか攻略ちょっと見ちゃったんですけど分かんなくて、ヒカキボウが必要なことだけは分かったの。そうそう、ロゼッタちゃんのベッドの下って書いてあったんだけど、なんかここで出ましたね。よかった、やったー、よし。あー、でこれだ。あ、そっか、薬の部屋に行こう。そうすれば、もうでもそこしか攻略見てないからまたここからぐだるかもしれないけど、でなんで光らなくなっちゃったんだろうね。ね、ヒカキボウで取る、やったー。あー、かけら揃ったみたいだな。あ、またよ、私が読んじゃった。これってどう見ても
くまみこ。バラバラになった、うん、やっぱりこんなバラバラじゃ使えないよ。慌てんなよ犬耳、繋いでくっつけりゃなんとかなる。あれは多分台所だな。え、台所ってどこ、うん、あ、光らなくなった。台所ってここじゃね。おお光った。あ、重要なところは光るようになってんだ。なるほどね。ヒントをくれるんだ。それ以外の何かがある。お、瞬間接着剤。一番壊れ物が出るのはここだからな。お手伝いさん、やったやった鍵を壊してまで隠したかったものか。うわ、なんか見るの怖くなってきたわ、うん、そういう手もあったが、あちこちに隠すより手っ取り早い。それを僕は探し回ってたのか。うわ怖い怖い。ちょっとセーブしよう。セーブしよう。あー、よかった、進んで。よかった、一旦収録切ったからね切って探し回ったもんね。うん、あ、でも光らないんだここ、うん、うわ怖いな。ここでもセーブしよう。いや何が出てくるかわからないから。そうそうそう、はい。お、ハートの薬、これが試作1号。捨てる、取るもんと私さっさと出るぞ。え、え、見られたくないかったの、なんで。試作1号は手に入れた。あとは鍵はてめえが持ってたな。裏庭に行くぞ。なんで。ステル君の言う通り、なんでもなんでも。はい、来たけど、うん、裏庭ってここだよね。奥じゃない、あの奥。いやだ危険って言ってたじゃん。なんでだろうね。この先は危険だから入るのはまずいんじゃ。森に住んでるやつが何言ってんだか。うわ、マジか、 BGM 変わったし。で、どうすんの。あの、ステル君、この先に何があるかもあるのかも気になるけど、さっき話してくれなかったこと、いつになったら教えてくれる。何が聞きたい。え、全部聞きたい。とりあえずマリーの死について。マリーさんがどうして死んだのか、ステル君は知ってるのかい。悪いが、ババアが殺された理由は俺も知らない。だがババアがどうやって殺されたかは知っている。あ、いたんだよ、あの日、あの時間に、あの場所に。珍しいな、ベッドにいないなんて。見舞いの花も摘んできたのにな。ん？どうした、ロゼッタ。びっくりさせてやろうってわけか。心臓止めないようにしろよ。え、これ何、ステル君か。ステル君か。あ、ちょっと頼んだ。お、戻ってきたみたいだぞ待て、出るな。誰かしら、ここは応接間ではないのだけれど。突然お尋ねして申し訳ありません、ミセスマリー。もっと優しい人か、マリーは。誰だあいつは、知り合いじゃないのか。答えになっていませんよ。私がどこから来たかはあなたもご存知のはず。思い当たるのは一つだけね。何なんだこの探り合うような会話は。本当はもっと早く伺いたかったのですが、なかなか所在をつかめませんで。私の文通友達はとても口が固いですからね。ええ、あの方からはお教えいただけませんでしたので。箱、その中から布袋。ええ、ロゼッタ、見るな。なんてこと、なんてこと。こうした方がお連れしやすいかと思ったもので、それにこうすればもう迂闊なことも喋れなくなりますし。何なんだよ、ここで何が起こってるんだ。
ロゼッタ下がれ、そっちに近づくな。そして心苦しいのですが、あれはロープ？ああ、待てロゼッタ下がれ、見るな、聞くな。おい何してるんだ。ダメだ、今出たらお前まで。俺に代われ、俺があいつを。あ、ロゼッタ、俺に交代しろ。俺があいつを始末する。だから全部忘れるんだ。その後言った通りに始末した。犯人の野郎はな、なんだって。家の中でいろいろ見たんだろう。気づかなかったのか。いや気づいたよ。僕が探してたのは犯人の手がかりで、あれでも犯人は死んでる。この頭の悪さなら放置してもよかったかもしれん。とにかくこれで俺の知ってることは全部だ。あとは血の跡やら誰かの手首やらを隠したり、事件前後のロゼッタの記憶を預かったりだな。記憶を預かる、奪うでもいいかもしれないな。ロゼッタは何も覚えていない。嫌なことは忘れちまえばいいんだ。代わりに俺が覚えている。それだとステル君が辛くならないかな。気遣いどうも。あいにくそういうことで潰れないよう頑丈にできてるんでな。ああ、そうだったんだ。ステル君好き。いいね、いいね。ロゼッタを守ロゼッタの過去、じゃあ聞こうか。聞こう。多重人格のことあの部屋で読んだけど、ロゼッタちゃんに辛いことがあって、それでステル君は生まれたの。別段特殊な事情ってわけでもない。強いて言うなら巡り合わせだ。巡り合わせが悪かった。巡り合わせ。例えば隣の国が調子に乗って戦争が起こったこと、その戦争でこの国が占領下になってすごい不景気になったこと、ロゼッタの父親の職種がその不景気の煽りを食ったこと、暇になったそいつが家で叫びたりになったこと、あら、普段は虫も殺せないそいつがロゼッタに八つ当たりを始めたこと、うわ、小さな不幸が重なってその結果が俺だ。あとはそいつに突き飛ばされて階段から落ちたこともか。頭を打ったのが悪かったのか、よっぽど怖かったのか。だがあの状態ならまだ元に戻れるかもしれなかった。え、何が起こったの。やらかしちまったのさ。ええパパン、パパンを、ああクソ、なんだって俺ばっかり割を食うんだ。それもこれも全部戦争のせいだ。おい何見てんだよ。おい、言いたいことがあるなら言えよなあ。バカにしてるんだろ、俺を見て笑ってるんだろ。なんとか言えよこの。階段から落ちた。あいつは打ち所が悪かった。あ、お父さんが？え？それって事故だよね。少なくともロゼッタにその意思はなかっただろうよ。何にせよロゼッタには辛い記憶だ。だから俺が預かった。なるほど。ロゼッタちゃん。なるほど。待って、お父さん殺してた。そう、予想合ってた。怖い。お父さん。ダメだね。ちょっと酒に溺れちゃいけないよ。心臓もね、悪かったのかもしれないけどね。お手伝いの行方。お手伝いさんは今どこにいるの。今から行くところにいる。無事なの。動けないような怪我もしてないし、させてない。おお。あ、終わりか。え、行くか。あ、その前にマリーさんのことババアって呼ぶのはやめてほしい。
そう呼ぶのはきっとロゼッタちゃんも嫌だと思う。分かったよ。はい、いいね。いいね。いいね。そういうお願い大事。うん、ちょっとほのぼのした。結構時間経ってるから、じゃあここから次はまた次回。そうだよね、40分ぐらいになってるから、2つに切ってたらすまん。うん、ということで、おつぴよでーす。